石松明康は初期のモンゴル帝国に仕えた喫炭的列部出身の将軍。両の皇后を出したウイグルの王族出身の喫炭貴族少子の末裔。子に石松見え占い。同族に石松なり先がいる。関州出身。金の最強留守、石列集中配下の将軍の一人であったが、1212 12年に 向かりの率いるモンゴル軍に、金の冠衆、マサ衆、武衆が攻略された後、石、列衆中は、後続の三地政治はミアン,ンショー、広シの部隊と共に反撃する計画を立て、石、松明康をモンゴル軍の偵察に向かわせたところ、石、松明康は、自分の率いる、部隊マイモンゴル側に寝返った。石、松明康が、金軍の詳細な情勢を、 チンギスカンに伝えたため、モンゴル軍は、石、列集中とワンヤン賞、ヒロシの部隊の合流前に吸収することとなった。この作戦において、石、松明康は、モンゴル軍を先導した。石、列集中は石、松明康の離反もあり、モンゴル軍の動向がつかめずおとり作戦に乗ってしまい、平原での野戦に引き出された結果、モンゴル軍に包囲殲滅された。 また、1214年の金の戦争による開封戦闘の時に、キッタン族、タングート族、トゥルク族などの今世紀兵部隊の軍が起こした反乱に際して、ヤリツ・アミラと共に中途攻略を強く進言し、その結果、チンギスカンは中途攻略軍派遣を決断した。中途は10ヶ月の包囲の後、1215年に、ルスのアンヤン省、アキラの自害により陥落した。 官軍兵馬と元帥となり、王の保つに除せられた。このため明キラヤス太志保と呼ばれた。1216年に53歳で逝去し、この石松見苗、絵、占いが後を継いだ。ありがとうございます。